お前なんだっけ、中学生、留学生、ああ特待生か全然覚えらんねえ。全然覚えてくんないっすねマジでじゃあ今回も続きやっていきましょう。いやなんかカリーがやっと登場した感あるよな今回。エピソード4、学園の人食いカジノ、カイとギャンブル、日付かけるとは、うん、とはなんだよね一体何がっていう、今ラプンツェルの情報しかないからね。な、何？さっきまでたくさん人がいたはずなのに。なんかもう別空間に飛ばされてるって感じ。ようこそ私のテーブルへ。あ、どうも。あなたが勝てば大金を差し上げます。なるほど。これって当該の会議で間違いありませんね。左右で顔が違う。私たちも席に着きましょう。はい、はい。何するんですか。やりたいです。ルーレット、ポーカー、ブラックジャック、バカラ、この4つの中から1つだけお好きなゲームをお選びください。私ができるのは花札かジャグラーしか無理っす。どうしましょうかジャグラー準備してくださいよ。最もルールが明快なもの、ルーレットでお願いします。ルーレットか。他のお客様もよろしいですか。はい、まあ一応赤か黒か。俺は乗らねえよ。であと数字でしょ。金なんていらねえし、お前ら弱そうだし。言ったな言ったな、いくらでもできるぞ。これはシノストラの尊厳をかけた任務なのですが、まあいいでしょう。あなたの力は借りません。新庄君ってギャンブルできんのかな。ゲームを始めます。お、すごい、ルーレットが現れた。このテーブルでかけていただくのは、めっちゃなんかいろんなの置いてる。金でもチップでももちろん命でもありません。はい、私のゲームではお客様の日付をかけていただいております。日付っていつでもいいのかな。こちらは日付、そちらは大金。この勝負果たして成立しているのでしょうか。はい、私にとっては同等の価値です。お客様、お好きな日付をご指定ください。どういうことなんだ、同等の価値なんでしょう。なんでこいつはそんなに日付欲しがってんの。どうしよう。でもなんかよく見たら服ダサフロストハイムの祝賀舞踏会に出た日、ワガストロムで警察官に変身した日、ヤバボックのみんなと出会った日ほのぼのヤバボックの思い出ほのぼのそう考えたらね、バガストロムの警察官に変身した日なんて、やっぱそれしか思い出がないんだよね、多分モクスの中で。それぞれやっぱ思い出はたくさんあるじゃんか。おい、みんなと出会った日。こんなん選ばせないでこんなの選ばせないで。なんなら私、ハクさんと出会った日が一番の思い出なんですけど。舞踏会、当て馬になってしまった日でしょう。警察官、みんなと出会った日。ちょっと待ってよ。いやまあこの中でどれが大事だったかと思うと、ジャバオくんのみんなと出会った日なのかなって思っちゃうんだけど、これかな。今年の10月1日でお願いします。ジャバオくんでの怪動物との触れ合いをたくさん学びがあったら。あったあった。私ね、一番心地よかったよな。怪異にも心があることを知れたし、タコマル親子も再会できて本当によかった。かしこまりました。はい、次はお客様の番です。私は1947年5月3日、日本国憲法が施行された日をかけましょう。じゃあ結構前だね、日本国憲法。かしこまりました。今かけていただきました日付はこちらのチップと交換されます。私と新庄君の前にそれぞれ色の違うチップの山が配られる。失礼、特待生さんのチップに比べ私のチップは若干数が少ないのでは。あ、そうなの。イカ様始まってんのか。日付の価値に応じて交換したチップとなります。あ、そうなんだ。ご了承ください。日付の価値、日付の価値、その金額を客観的に証明する算定表をお見せいただけますか。全然始まないからやめて。ございません。ご納得いただけない場合、今なら勝負を降りていただくことも可能です。降りろよ、そんなにねち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 言うならいまいち納得はいきませんが仕方ありません。まあ、その人にとってどれだけ大事かってことなのかな。あ、どうするんですか。日付ですよ。それでは、あれ、日付は回します。かけないって言ったからかな。リーダーがテーブル上のバーを回すと、しびれるような緊張が体の底から込み上げる。
大丈夫なんでしょうか。え、でも正直さ、こんなルーレットなんだから、新庄君と言って赤か黒か、ルーレット止まっちゃい赤か黒かをどっちか言えばいいんじゃない。我々の目的は、この怪異の調査です。ここは勝ち負けではなく、長く勝負を続けることを目指しましょう。はい。作戦はこうです。あなたは赤か黒か、私は奇数か偶数かに、それぞれのチップを1枚ずつかけます。なるほど。勝率は 48% といったところでしょうか。そうだね。この最もシンプルなかけ方で怪異を観察する時間を稼ぎましょう。わかりました。赤か黒ね。プレイ、めっちゃ発音、プレイスヨーベッツ。腹立ったがないもの。赤にかける、黒にかける。でもやっぱり、こう、星神さんがさ、めっちゃ運いいっていうの知ってるから、星神カラーで赤だ。じゃあ私赤で。それでは、私は奇数にかけます。はい。No more bets. No more bets. Good luck. Good luck. ディズニーの英語教室じゃないんだよ。さあ、ゲームの受け、鳴り響く銃声。鳴り響く銃声はもう星場みたいがよ。またゼロだった。あー、でもゼロって珍しいな。おかしい、こんなはずでは。外れてしまった私たちのチップをディーラーが順番に回収していく。やめてください。どうしてもルーレットの結果が気になり、怪異の観察などほとんどできないまま、私のチップはついに最後の一枚となった。何シンプルにルーレット楽しんでんの、お前。観察しろよ。私たち結果気になんな。それぞれ残り1枚。あ、マジ？もう後がありませんね。そんな、じゃあこの勝負は、あ、でもずっと見てただけってことだもんね、星神さん自体は。新庄くん、どうしますか？どうしよう、赤。作戦に変更はありません。はい。赤か黒のどちらかにかけてください。赤。でも、また緑のゼロかゼロゼロに入ってしまったら。 Place your bets。 出た、英語教室。あ、え、え、ガヤついてる。あ、こいつもチャカ聞かねえのかよ。嘘、え、なんか煙入ってる。え、撃った、撃ったんだ。撃って、さっきの場からいなくなっちゃったとこだ。怪異を逃がしてしまったではないですか。いや、また討伐しそうになっている。お前らボロ負けだったくせに何言っちゃってんの？本当それ。才能ねえよ。才能ねえ、マジで。勝敗とは最後の審判までわからないものです。あんなに外れるとは。その時周囲のざわきが一段と大きくなり、私たちが注目を浴びていることに気づき、本当何も得られなかった。なんなら賭けにも勝ってないし、怪異の情報も得られてないし。得られたものといえばディズニーの英語教室、それのみ。お前らのせいで目立っちまっただろう。何？そろそろ来るぞ。フィーゴか。この BTH。 出た。あんたそこで何やってんの？あ、でも初めてシノストラ3人揃ったかも。人混みをかき分け、もはや聞き慣れてしまった激しい怒号、怒ってる声。徐々にこちらへと近づいてきた。おー、ルル。あ、やっぱルルなんだ。相変わらず怒った顔も綺麗だな。いや、ロミオさん綺麗だよな。当たり前だろ。こっちとらこの美貌に大金つぎ込んでんだよ。そう言っときゃ、店で弾き出したこと見逃してもらえるとでも思ったの？はいはい、わかったわかった。もう二度としません。すごいな、クズ男と美人彼女って書いてるな。ヒステリック美人彼女。そっか、星神さんとロミオさんって二人ともシノストラの役職だもんね。珍しい組み合わせのような気がしたけど、案外仲いいんだ。よくこれで仲いいって判断したな。副寮長、先ほど私たちは問題のディーラーと遭遇しました。フィーコって呼ばなきゃ。なんだって？あんたたち、このテーブル周りを人払いしな。はい。すぐさま子を持ってるシノストラ寮生たちが辺りを練り歩き、役であるはずの生徒たちを追い払うように移動させていく。その様子を確認した後、ロミオさんは一つだけ空いていた椅子に腰を下ろした。まさかここで会ったっていうのかい？いや、そうなんですよ。まあ何も得られてません。ええ、
目撃者たちの証言通り、人型で高度な知能を持つ怪異でした。副寮長、先ほど伺ったカジノ内での目撃情報はいつから耳にしていたのですか？クレームが出始めたのはここ最近、2、3ヶ月前からじゃない？あ、でもまあこの2、3ヶ月であの怪異が現れたってことか。なるほど。でも結構前っちゃ前だね。新宿が少し考えた後、何か思い当たることがあったのか、今度は鋭い視線をロミオさんに向ける。やはりあの怪異、副寮長が誘致したのでは。はあ、どこの経営者が金を回収しないディーラーなんて雇うんだよ。確かにね、あんなにボロ勝ちするんだったら金かけてもいい気するけどな。そうでなければどこからか忍び込んだと。このカジノのセキュリティは万全だよ。至る所に EITS があるからね。ましてや怪異なんて見つけた日には速攻でとっ捕まえるに決まってんだろう。じゃあ答えは一つだ。ここまで沈黙を貫いていたタイガさんが突然テーブルの上に足を乗せ大きく伸びをする。疲れた。答えは一つ言ってよ。寮長、今の発言はどういった趣旨？あの怪異はここで生まれたってことだろ。生まれた、あ、タケル的な感じなのかな。俺たちのこのカジノでな。なんかタケル自身もあの亡霊はなんていうの、 SNS とか噂で出来上がった怪異って言ってたもんね。生まれるものもあるよな。また生まれるタイプの怪異か。それ消せないんですよ、なかなか。危険なお願い、運び屋は特等生、特待生かやめてよ、木村に運び屋刺すの。簡単でいっぱい儲けれる仕事があるんですよ、でしょ。ディーラーの会議はこのカジノで生まれた。てめえは感じねえのか、ここに渦巻く欲望、悲哀、絶望。あ、まあ人間の欲がもう乱れまくってますね。そんな救いようもねえ感情のよどみがあんな怪異を生み出しちまったんだろう。そんなことがあるんですか。まあよくある話だ。人の負の感情ってのは極上の怪異の種だからな。ああ、なるほど。なんかそう言われるとしっくりくるな。しかし寮長の発砲生き量みたいな感じ、取り逃がしてしまいました。これでは裏付けが取れません。だから俺のせいにすんじゃねえよ。負けるとこだったくせにこのアホ。まあ確かに負けるとこではあった。アホはあんただよボス。やすやす会員なんて入り込ませやがって。だいたいね、うちが火の車だって時に FFFF 遊び歩いてんじゃないよ。フラフラだね。フィーコじゃないもんね。今回ばかりは副寮長のおっしゃる通りですね。フィーコだよ小島だよみたいなヌル、眉間にシワできてんじゃん。いいの、そのツッコミで。誰のせいだと思ってんの。シワ作っちゃダメですよ。突如始まった賑やかな応酬にしばらく呆気に取られていると、ロミオさんの視線こちらへと向けられる。特待生、はい、あんたも俺の島うろつくんなら、はい、それ相応の働きを見せな。あ、わかりました。フィーコ、イエスフィーコ。女だからって甘やかされると思ったら、はい、大間違いだよ。いや、そうですよね。頑張ります。すいません、思ってません全部言っていいと思うけどな。頑張ります。すいません、思ってません。そんなこと思ってません、うん、だったら行動で示しなさいよね。はい、そうだ。あ、悪い顔してじりじりと近づいてきたロミオさんは私の肩を抱き、耳元へ唇を寄せると、なんて読むか、まあエロい声でそっと支えたんでしょう。学園内で顔が利くらしいじゃん。はい、ちょっと運んでほしい物があんだよね。はい、物ですか。そう、これ。ロミオさんのスマホに表示されているのは白い粉が入っていたらいいの写真粉あ、粉、あ、でもフィーコの頼みでしょ。いや、おそらく、まあ、ファンデーションの一個でしょ。俺らはこれを試作品って呼んでる。あ、モニターみたいな感じですか。いわゆる訳ありの代物でね。あ、そうなんですね。明日までに適当な連中を経由してあんたの手元にこれを運ばせるから、受け取り次第俺によこしな。はい、
他の寮の奴らに気づかれないように。はい。これって関わったらいけないタイプのものじゃ。あんた、はい、この後に及んで何ブルってんの。あ、ブルってません、大丈夫です。それを言ったらこの学園全部そうだろ。確かに確かに。ルル、お前の顔が近すぎて怖えってよ。ブルブル震えて生まれたての猫みて。お、ピカブーみたいですか私。んいいなそれ、生まれたてのメス猫ちゃん。ふにゃふにゃでうまそう。いや怖いって、この人食べるんだって。彼女はすでに私のビジネスパートナーとして任務に同行中です。そうだぞ。これ以上の割り当ては労働基準法に抵触する可能性が。これ以上の割り当て、子猫ちゃんは別に割り当てじゃないから。うるさい。ほんとあんたたちは TGA だね。え、 TGA って何でしたっけ。 TGA でも極潰しの集まりっつでね。使えない。そうだ、使えないだ。集まり。あ、惜しい。もうちょっとだったロミオも。正直に任務だけこなしてたって小銭稼ぎにしかならないんだよ。勢いよく立ち上がったロミオさんは手のひらをテーブルに思い切り叩きつけ睨みを聞かせる。あ、モラスハラスメントタイムだ。いいかい、新庄は帰って今日の調査報告書を作成。言われなくとも当然です。特待生はさっきのお使いのついでに宇治くんのスケジュールを確認して報告。え、なぜなぜカイトのスケジュール。え、カイトくんのですか。ボスは今から俺と幹部会議。ほら、ボケっとしてないでさっさと動きな。そう、フィーコのわがままにみんなが振り回されて、俺もう腹減って死にそうなんだけど。あんたのそれ、今夜は絶対に許さないからね。あれかな、ピカブーを食べる的な何かなのかな。ロミオさんに首根っこをつかまれ、タイガさんはそのまま引きずられるようにビップルームへと連れて行かれてしまった。正直この学園で星神タイガの扱いをこんな子猫ちゃんにできるのはもうロミオさんだけでしょ。それでは、はい、私たちも解散しましょう。そうですね。次の動きはまた改めてご連絡します。いや、今日は残業お疲れ様でした。本当に分かりました。お疲れ様でした。カイと遭遇した直後にもかかわらず、やはり平常運転の新宿を見送り、私もシノストラの両者を後にする。大変な一日だったけど、シノストラのみんなと少しは打ち解けられたかな。どの辺をどう解釈したら打ち解けられたと思ったの。ね、モクスン、前向きすぎるって。全然打ち解けられてはなかったよ。発狂のタイガ、迷い込む引き金。でも、おしばみさんまで発狂したらシノストラ、大半発狂なのよ。ルル、その悪趣味な銅像まだ飾ってたのか。あるよね、変な銅像。別にいいだろ。あんためったにこの部屋来ないんだしさ。そりゃ目の前に賭場があんのに、こんなとここもって何やるってんだよ、ルルのエッチ。エッチ。はあ、仕事だよ、仕事。SGT。仕事って言った方が早いけどね。もはや略の方が長えじゃん。いや、そうだよ。で、俺にどうしてほしいんだ。言ってみろよ。言ってみろ。これ、今月の帳簿。売上目標に全然足りてない。そういう時だってあんだろ。ルールはいちいち細かすぎんだよ。俺、お前の部下には絶対なりたくねえ。ストレスで死んじゃいそう。いや、もうお互い様っていうかね。お？ん？はあ？俺の方こそ、あんたみたいな部下願い下げだよ。いいかい？ここのボスはあんたなの。バカみたいに運だけはいいんだからさ、少しは責任持って売り上げに貢献するように。なんか気づいてるっぽいですよ。なんかピンときてんじゃん。ちょっと聞いてんの。星上さん、な、何天井なんか見て上になんかあんの。うちの猫もたまにあるよ、急に天井見てじっと見つめるとき。その状態ってこと。猫あれは、ん、いいねバト。え、なぜいいねバト。え、このいいねバト、そうだよね、また来てるってことか。いや、多分だけどモクスンの行く先々にいるような、こいつ激レアかい。じゃん。あ、激レアなんだ。ちょっとボス、あれは俺がいただけよ。どういうこと、激レアなんだ。生け捕りの方が金になるからね、なるべく痛くないようにしてあげる。
ただのマッチングアプリなのに。早くしろ。ということ。あ。ああ、いいねバトひょい。ヴィコ、今の銃声は？あ、やばい、いいねバト逃げちゃう。ああ、いいねバト逃げちゃう。ハト？ああ。ちょっと、いきなり大きい声出すから外しちゃっただろ。ねえ、なんでいいねバトはここの部屋にいたの？ボス、ヴィコ、ご無事で。怒られるんちゃう、逃がしたって。ただの害鳥駆除だよ。害鳥。まだ幹部会議中だ。あんたたちは逃げたハトでも捕まえてきな。はい。なんかね、ずっと星神さんの様子がおかしいよな。いいねごとに心当たりでもあんの？え、自分がいいねってした相手から帰ってきたってこと？ドキドキしてんじゃん。そもそもさ、あんたのせいで俺まで学園から出れなくなったんだろ。外の任務に行けないんじゃ、こっちは商売上がったりなんだよ。まったく。え、なんかどうしたの？様子おかしい。え、何？そうだな、悪い悪い、本当ルールの言う通りだわ。え、なんか様子おかしくない？ね、ピコ、俺はどうすればいい？適当なやつやって売ってくるか。いくら必要なんだ？そういや、最近ギャーギャーうるせえガキがいんな。え、誰？ギャーギャーうるせえガキ。レオ？若え臓器なら高く売れんだろう。あいつ今からやってくるか。一番ギャーギャーうるさかったのはレオかなと思うんだけど。 そこまで言ってないだろ。俺にとっちゃ目先の金より長期的な利益の方が大事なの。いいかい、明日からボスにはしっかり場に出てもらう。今度こそ俺の言う通りにしてよね。わかったわかった。ちょっとどこ行くつもり？まだ話は。なんかいいねバトの猫ちゃんタイムになってからちょっと様子おかしいんですよ、あの人。あいつほんと何考えてんだか。いや、わかんないな。なんかわかりやすそうに見えて全然わかんない男かも。シワみたい。取引相手はジロー、ロミオの試作品。なぜジロー？あれ、ユーリ連れてこいよ。朝。あれ、アラーム止めちゃったのかな。今何時だろう。ああ、なぜいる。あれあれ。寝起きのジロー怖い。うわ。おはようございます。おはようございます。え、どうしてここに。どうしてって定期検診ですけど。え、ユーリは驚く。こちらがおかしいとでも言いたびに、彼は怪訝そうな顔をしてトランクを下ろすと、テキパキと医療機器を取り出し始めた。え、寝起き一発。朝一番じゃないと調べられないことがいくつかあるんですよ。検尿とかね。私何も聞いてなくて。あ、動かないでください。はい、脈拍が変わるんで。いや、さっきの寝起きで結構脈拍変わったと思うんですけど、心臓バクン言わしてますから。すいません。窓の外はまだ朝焼けに染まっており、涼しげな風が木々を揺らしているのが見える。で、わかりますよ。はい。腕と指にそれぞれの機材が取り付けられ、何かの計測が始まった。何を調べるか教えてもらっていいですか。屋根裏部屋にひたすら沈黙が流れる。え、じゃあ歌っとこうか。ダダンって歌っとこうか。気まずい。何か話しかけた方がいいかな。あの、今日はもう一人の方って。ああ、あの人なら徹夜で実験してましたよ。あ、そうなんですね。俺が寮を出る頃には手術台の上で死んだように眠ってましたね。生きてます？大丈夫ですか？ユーリです。あ、ユーリさんね。はい、ユーリ。あの人の名前覚えてないんでしょ。ちなみに俺はジローです。いや、結構あのこの二人はキャラ濃かったからなんとなく覚えてはいるんだよ。ジロー君、ありがとうございます。ここは同級生なのかな。いや、多分ユーリさんが先輩っぽいもんね。脈と血圧は終わりです。はい、次採血ですが、左手でいいですか。はい。ユーリが起きなかったので投薬できなくて。投薬。調子が悪いんですよね俺。あ、今日調子悪いんだ。大丈夫、まあ、このサンプルが取れたら、はい、さっさと帰ります。あ、そうですね。眠いのかな。投薬って何。よく見ると確かに顔色の悪いジロー君がトランクから注射器を取り出したその時、吐く。大丈夫。ゲーでしょ。大丈夫ですか。
え、全然ゲイなら履いてもらっていいんですけど。まずいな。え、ちゃんと結果にさせるかな。怖いよ、怖いよ。やっぱり投薬しないで来たのは失敗だったか。え、血管、いや、また今度でいいんじゃないかな、血管刺すの。ジロー君はブツブツと独り言をつぶやきながら私の腕に注射割りを向けた。やめてください。あの、また調子が良くなった時にでも。はい、嫌ですよ。いや、待って今終わらせないと。いや、マッドサイエンティスト、またここに来なきゃいけないじゃないですか。え、嫌なんですよ、こちらけど、こちらこそ嫌ですよ。そんなのめんどくさ。あ、吐いちゃう、吐いちゃう、吐いていいよ。別に吐いてもいいんだけど、今じゃない方がいいかも。採血、こいつを抑えるか、抑えるためか。片手で口を塞ぐジロープに私は慌てて声をかける。一度横になってください。私のベッドでよければ。吐かないでください。いや、別に吐いてもいいんだけど、できればベッドではやめてほしいかなと思ってるんだよね。私のベッドでよければっていうのは、私のベッドでよければ吐いてくださいってこと。いや、一度横になれ、床にな、楽になるまで一度床になってください、床な。すいません、ちょっと休んだくらいじゃ多分良くならないんで。出そうじゃん。やっぱり出直します。もうなんなん。手際よく医療機器をトランクにしまうと、ジロー君は立ち上がり私を見下ろした。あとこれ忘れてました。めっちゃ顔が、試作品らしいです。ありがとうございます。あ、これってそちらに渡すように言われて。はい、本来は先に服薬指導をしないといけないんですけど。もう一回吐いたらいいのに。大丈夫です、とにかくすぐに休んでください。はい、そうですか、では冷静じゃん。また後日ということで。朝からこんな気分悪い人のんべえしか見たことないんだけど。ジロー君は調子をフラフラと揺らしながら気だるげに屋根裏部屋を出て行った。もう二度と来ないでほしい。学園の過去の資料はこの辺りの棚ですね。以前ここで過去5年分の調査報告書を確認した時も有益な情報を得られました。学園の過去の資料っていうのはまたガーラについて調べてるのかな。 それこそが星葉美大河が入学からしばらく異常な速さで任務をこなしていたという記録。きっと今の私のようにこの頃の寮長は栄冠賞を目指していたと考えられます。おや、これは懲戒処分の内部資料。以前はここになかったはずですが。懲戒処分の資料とかこんなとこ置いといていいの？図書館でしょ多分。私の見落としか、あるいは誰かが持ち出していたか。随分と分厚いファイルですね。この学園は過去どれだけの生徒に処分を課してきたというのでしょう。こちらの表題は、あ、当校学生による内乱事件の概況。え、この内乱事件っていうのがそれよね、去年グール同士が戦ってしまったってやつよね。これはあまりに膨大な量ですね。見せないチラッとでいいか。全てを読み込むにはさすがの私でもしばらく時間がかかりそうです。あ、マジ？そんなに？ひとまず今日は星葉美大河にまつわる情報だけでも集めて帰りましょう。懲戒処分についての公表、星葉美大河、やはりありましたね。学内の会議に深刻な破損を与えたことにより、学内の会議、複数の大学生に過剰な暴行を加えたことにより、特筆会議を無断で売却したことにより。これ悪いな、これ本当に悪いと思うわ。 なんという悪行の数々。まさかここまでとは。いけない、図書室という厳かな場所でいけない声を上げてしまいました。かわいい、図書室では静かにね。どうぞどうぞ、いけない、いけないぞ。彼に弁護の余地などあるのでしょうか。お父様なら一体どうされるのだろう。いや、でもなんかお父様すごいって聞いたからな、こういう悪い男でも無罪にするんでしょ多分。うん、でもこの新庄君ってのは本当にお父さんを目指してる子なんだろうね。崇拝だもんな。食い違う記憶、失われた番号、これってあれだよね、ミミズバーガー食べた時の回路だよね。超綺麗な笑顔してるけど。うわ、
今朝はジロー君に早く起こされたから授業中もすごく眠かったな。ああ、そんなに早起きだったんだ。新庄君から連絡は来てないし、今日は寮舎に戻って少し昼寝でもいいんじゃない？たまにはね。ん？うわ、新庄君や。寝ようと思ったの。でもこの子全部無視するからさ。もしもし、モクスンです。こちら、特待生さんのお電話で間違いないでしょうか。前、ボケをスルーしてきたからね。いや、今度こそ拾ってくれ、新庄律。違います。いいえ、違います。本日15時、ミステリーダイナーで集合。新庄くんさ、電話っていう意味わかる？通話って。あの、言葉のキャッチボール。言葉のキャッチボールが大事なわけ。モクツンがボケたら新庄律が突っ込む。それをしなきゃいけないの。私たちが遭遇した怪異と、藤海人が遭遇した怪異が同一か確認するため、再度彼に聞き取りを行う。要件は以上です。いや、違う、要件。いや、こっちの要件終わってないっていうか、まだ突っ込み待ちだぜ、モクスン。また切られた、もう。一人でボケて、無視されて、切られる。まあ、新庄くんから通話来た。どう？はい、もしもし、違います。一緒だろ、やってる。ええ、ダイナ？おー、はい、なんで俺が。どうれで切られた。同じ同じ、わかるわかる。何が起こったか全部わかるぜ。あの、多分今私にも同じ呼び出しがありました。そして同じやり取りをしました。特待生ちゃんがいるなら俺も行かないわけには。そういえばロミオさんからもカイト君のスケジュール聞くようにって。それは絶対やめて。マジで。え、でも聞けって言われたしな。よっしゃぜ。お、今日も元気に働いてるじゃないか。今度はあんたたちか。レン君の冷ややかな歓迎を受けながら、私とカイト君は時間通りダイナーへとやってきた。あの、新庄君はいつもの席っす。雨どぎはね。レン君の視線を追うと、前回と全く同じテーブルに座る新庄君の姿があった。飲み物、前回と同じでいいっすか。お、覚えてるか。コーラだぞ、コーラ。あ、はい、カイト君はじゃあいつもので。カフェラテだろ。あ、藤先輩何でしたっけ。覚えてないって。ミルク入ってれば何でもいいです、この子。カフェオレで。かわいそう。え、でも逆に言ったらモクスの飲むものは覚えてるってことだもんね。注文席に着くと新庄君挨拶もそこそこに、カイト君に次々と質問を繰り返した。なるほど。あのさ、これ調査に協力してるわけじゃん。前に払った相談料って返してもらえないの？せこい。でもまあ結構高かったもんね。1万5000ぐらい取られてたよね。返金請求のご相談ですか。30分、税込み5500円となりますが。はあ、それにも金取んの。話を聞く限り、やはり私たちが遭遇した怪異と藤海人さんの言う怪異は同一である可能性が高いでしょう。ちなみにあなたがかけた日付に今年の9月5日を選んだ理由とは。ああ、言ったの。今年の9月5日。だから、思い出の日なんだって。確か、お前らの入学式の次の日だよ。次の日？入学式の次の日って何したっけ？あの日は、可愛い女の子に誘われて、何時間もかけて塔に登ったんだよね。あ、なんかラプンツェルの話じゃん、それ。え、でもさ、入学式の直後って毎日カイトとルカといた気がするんだけど。それから顔だらしねえな、ほんと。かわいいけど。少女に誘われ塔を登ったな。ラプンツェルね。入学式の次の日って初登校の日ですよね。その日は一日中私とルカ君、カイト君とルカ君の3人で行動してたはずですけど。え、そうだよね。え、いつ塔登ったの？何の話？そんな時間なかったよ。いや、何時間も塔に登ったと言ってたので。もしかして夜のことですか？このダイナーで一緒に夕飯を食べた後とか。あ、ミミズバーガーの日ね。ちょっと待って、特待生ちゃんが何言ってるか全然わかんない。え、何言ってんの？このダイナーで俺と夕飯？うん、ルカと3人で。いや、まだあれから1ヶ月しか経ってないじゃないですか。俺ですら覚えてるっす。え、そうだね、レンもいたよね。藤先輩たち3人で
うちの店長特製のキモいバーガー頼んで騒いでたやつでしょう。そうだ、めっちゃ思い出の 一枚だったよ、あれは。どういうこと？入学式の次の日だよね。俺その日は朝から森を歩いてて、そしたら超高い塔を見つけて。でも朝モクスのこと迎えに来てくれてなかった、こいつ。その日は朝から私の両者に迎えに来てくれて、ルカ君と3人で初登校しましたよね。そうだ、もうアメちゃんもらってた。違う、あビスケットか、クッキーか、あいつ何入れてたっけ。わかんない、ルカのポケットに何入ってたかちょっと忘れてきてる。その後みんなで授業を受けて、初めて連絡先交換して学食に行って。連絡先？ちょっと待って、だって特待生じゃん。入学式の日全然俺と交換してくれなかったじゃん。だから俺したよね、マジで諦めてん。あのいいねバトの下りでしたよね。この普通の表情からカイト君の言い分が決して嘘やごまかしてないことが十分に伝わってくる。そういえば私のスマホからカイト君の連絡先が消えてるんです。もしかしてこれも何か関係が。日付を取られるっていうのはその日あったことが全部なくなるってこと。皆さん落ち着いてください。落ち着いてます。一旦状況を整理しましょう。はい、騒いでるのカイトだけです。まず辻カイトさんは当該日少女に誘われて塔を登ったと主張。そして特待生さんと白波蓮さんは一日一緒に過ごしたと主張されています。まあ蓮くんはここの状況しか知らないけど、ね、いや俺は夜ここでバイトしてる時だけこの人たちに邪魔されたんだ。邪魔じゃない、お前接客してくれたの。藤海人さん、あなたが会ったというその少女は誰なのですか？そしてその塔は一体どこに。あの女の子誰だ。確かにその賭けをした人たちは同じこと言ってね、塔を登ったっていうのは。え、うわ、塔ってどこ、なんで俺は登って。え、なにこれ、怖い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 。なるほど、そういうことでしたか。記憶がすり替えられるのか。おそらくこのかけた日付のあったことが全てなくなってしまって、亡くなった日の分の埋め合わせとして塔に登ったっていう情報が追加されてんのね。カイトは負けたんでしょ、多分あの賭けに。なぜ逆になぜその日をあの会は取りたいんだろう、一日だけでも。よくわかんないな。いや、この辺にしとこっかな。あのディーラーヘッダクソだな。白見さん顔が可愛いんだよね、いちいち。そんなの知らねえよ。首にしろ、首首。首だ。星葉みたいな首っていうなら首だ。もう残りさ、1時間切っちゃったんですよ、終了まで。なんでこの、灰蔵の将兵、1枚だけでも、来るか。これは将兵じゃない。